野口ジムの鈴木誠、13戦目で初めてのタイトルマッチを迎えました。ゲを蓄えています。26歳です。前回の試合は前チャンピオン当時2位だった横山圭介と戦って、6ラウンドテクニカルデシジョンでドロー、負傷判定で引き分けでした。ただ本人も前チャンピオンとあれだけ戦えたことは大きな自信になったと話します。とにかく一番になりたい。昨日の KO の時はかなり緊張していたようにも見えましたが、このリング上でどんな戦いを見せるのか非常に楽しみです。さあ3度目の防衛戦ですが、本人はいつもと何も変わらないと平常心です。チャンピオンになって1年半、王者としての自信を感じられるようになってきた星野です。一昨年の8月、当時のチャンピオン横山圭介に挑んで見事ベルトを取りました。初防衛戦、2度目の防衛戦は判定ではありましたが、しっかりと自分のリズムに持っていった星野の戦いぶり、今日も先にペースをつかむんでしょうか。チャンピオンの座は絶対に渡さない、まだまだ守らせてもらいますというコメント。そして勝ち続けていくことで、おのずと世界の話も出てくると信じていると話していました。相手のチャレンジャー鈴木は上り調子の選手なので、身が引き締まる思いだとも言っていました。日本ストロー級チャンピオン星野圭太郎がリングに上りました。チャンピオンの星野圭太郎です。3戦目にチャンスが巡ってきました。ジャッジは3人、森田さん、島川さん、内田さんです。レフェリーは浅尾和信さん。試合前の注意です。共に身長は155センチ、両者とも自分より背の高い選手と戦うことが多いと思うんですが、今日は同じです。そのあたりどうでしょう。チャンピオン星野圭太郎の3度目の防衛戦です。日本ストロー級タイトルマッチ、どういう決着を見るんでしょうか。間もなくゴングです。さあ始まりました、日本ストロー級のタイトルマッチです。白いトランクス、左になっているのがチャンピオンの星野圭太郎。紫のトランクス、今左になりました、野口ジムの鈴木誠です。さあまだお互いに動きがありません。先に手を出したのは星野でした。星野が左を軽く当てていきました。鈴木はちょっと様子を見ているのか、まだ手が出ていません。馬さん、この最初の動き、はい、両者どうですか。まあそうですね、お互いに警戒しながらね、動きをね重視したそのボクシングですよね、今のところはですね、まあ、最初から鈴木の方がガンガン来るのかなという見方もあったんですが、ちょっと様子を見ているのか。さあここで中に入ろうというところ、星野が手を出していきます。星野は非常にカウンターを当てるのもうまいですし、なかなか入っていきにくい部分はあるかもしれませんが、まあ、そうですね、出鼻にですね、はい、左ストレートね、はい、また右のカウンター持ってますからね、ここで3発ほど顔面にパンチを入れていきました鈴木ですが、しっかりとガードしている星野です。
まあ、大橋さん、はい、星野選手の場合このガードもね魅力の一つといいますか、そうですね、特徴の一つですね、しっかりね、はい、ブロックしてからしっかりとしたカウンターを返しますからね、はい、なかなか鈴木も打ち破っていくのが難しいかもしれませんが、まあ、鈴木選手の方はこのね、はい、フットワークを使って動きながら、はい、この思い切った攻撃ですね、これはねあのいい作戦だと思いますね。ただ最初かなり長い時間こう動いて見てるという感じでしたね、鈴木ね、ちょっと緊張感があったんだと思いますけどね。あ、なるほどね。奥間さん、はいはい、挑戦した態度ですかね、やはりあの控室からここに上がってくるまでかなり緊張感がありましてね、なるべくあのマネージャーが声をかけてリラックスさせるように、まず気持ちの上でリラックスできるように工夫をしてましたね、はい、まあ、あの2週間ほど前に鈴木選手に一度話を聞いたのと、そして前日昨日の計量の時に話を聞いた時とやはりちょっと表情がねどんどん緊張感が増してたような気もしましたからね、まあ、かなりその緊張してるということで、はい、まあ、1ラウンドからねガッといかないとその動きをね、はい、動きの中でその緊張感をね押しながらその、いうことでしょうね。なるほど。さあ星野がワンツースリーとパンチを持っていきました。また逆にこの緊張するところを、はい、星野君が持ったね攻撃ができれば、あの一気にペースを取れるんですけどね。なるほど。さあ星野としてはこの辺りで行くのも一つの手かもしれません。しかしここまでは的確にパンチを当てているのは星野の方でしょうか。それほど数は多くないんですが、ここで鈴木が、まあ、ガードの上からですが、うん、パンチを打ってきます、まあ、右です。ブロックしてますよね、はい、とにかくその星野のガードは硬いですよね、はい、それをどう崩すのか、ちょっと鈴木としては手こずりそうです。第1ラウンドも時間がなくなってきました。左寄りました星野、右バッターから右のフックを持っていった鈴木です。第1ラウンドが終了しました。このラウンドの最初は非常に静かな立ち上がりから徐々にエンジンがかかってきた両者です。第1ラウンド終了です。日本ストロー級チャンピオン MI 花形ジムの星野慶太郎28歳です。3度目の防衛戦チャンピオンになって会長は自信が出てきた、積極的になってきたと話しますが、本人は全く変わりませんというコメントでした。第2ラウンドが始まります。しかしこう我々見ていても星野こう自信というものがにじみ出ているような気がするんですが、沼津さん、まあ、どうですか。そうですね、まあ、あのリングの中央でどっしりと構えてですね、はい、冷静に戦っていますからね、鈴木としてはですね、やはりその冷静に相手に戦わされると、これまず勝ち目はないですから、はい、やはりですね、相手が1発打てば3発も4発もね、返すボクシングでないとやはり苦しいですね。大熊さん、はいはい、チャンピオン星野サイドですが、試合前もですね、控え室から階段を上がって、ゆっくりシャドーボクシングをして、そして、入場の音楽が鳴ってもしばらく出ないでと、はい、まあ、やはり余裕が動きに感じられましてね、いつもの行動とパターンという感じで、はい、そして1ラウンドの花形会長なんですが、いいよいいよと、とにかくいい、コメントしか会長の口から出ていませんでした。あ、そうですか。放送席沼津さんもそして大橋さんも10対9と第1ラウンドはチャンピオンの星野につけていますが、大橋さん、はい、第1ラウンドそして第2ラウンドここまで星野見てどうですか。まあ、そうですね、ちょっと、かなり、ね、余裕を持ってるんですけどね、はい、まあ、余裕を次っていうことは油断にもつながりますから、はい、ぜひこう気を抜かないで、攻めるとか、バスト、ね、もうちょい攻めた方が、はい、いいと思いますね。なるほどね、まあ、星野選手ですとこのチャンピオンになる前は何試合かそういう試合がねありましたね。ちょっと油断を見せてやられてしまうという試合が、ね、ちょっといつも余裕を持ちすぎて、油断につながってるっていう場面が多かったので、ね、はい、まあ、チャンピオンになる前なんですが、一昨年の試合でフィリピンの選手に2ラウンド KO されたことがあります、まあ、その試合があるから本人は今がある、今はもう油断はしませんよという話はしていましたが、さあ鈴木のパンチがなかなか当たりません、まあ、ボディが入って見えるんじゃないですかね、星野見えてますか、よく、はい、見えてパンチをかけてきますよね、はい、です。しかしね、避けっぱなしにしていますとね、どんどん鈴木選手が攻めてきますからね、必ず避けた後は返さなきゃダメですね。なるほど。さあ鈴木の動きも第1ラウンドと少し違ってきたように思います、少し良くなってきたような感じがします、緊張感が取れてきましたね、さあ左を出しますが届きません。鈴木逆にボディを狙いました。星野です。こういう選手は緊張感が取れて、はい、自信持ちますと、かなりしつこいですからね、とにかく当たらなくてもどんどん前に出てきて手を出すというタイプの鈴木です。ただ本人に話を聞くと自分はファイターではなくてどちらかというとボクサーだと思っているということなんですが、まあね、ボクシングして勝とうとするとね、この相手ね、やはりそのきついですよね。きついですか、はい、はい、
今日はじゃあどちらかというとそのファイター気味にガンガン行きたいところ。もちろんもちろんもうファイターでね、ガンガン早く攻めていかないと、はい、まず勝てないですよ、星にじっくり構えられて、はい、ボクシングさせられたらもうね、はい、こうやってこうロープに詰めていってね行きたいところですが、体を入れ替えました星野です。もう気づいたら逃がさないぐらいの気持ちでね、はい、攻めないとダメですね鈴木君は、はい、軽く左の当て合い。第2ラウンドが終了しました。この第2ラウンドもまずまず静かなラウンドと言っていいかもしれません。第2ラウンド終了です。チャレンジャー日本ストロー級1位野口ジムの鈴木誠26歳です。21歳でプロデビューして5年目。初めは勝ったり負けたりでした。おととし5戦して4勝1敗1分けで、一気にランキング入りしまして、そして去年横山と引き分け、まあその横山が、クラスを上げたりしました。ランキングが順調に1位に上がってこのチャンスです。試合は第3ラウンドです。さあこのラウンドは先に鈴木が前に出ていきます。さあ鈴木がちょっとこれまでのラウンドとは違う動き、いい動きを見せています。プレッシャーを強めていきましたね、はい、さあここで星野がどう受けるのか。やはり沼田さんが先ほど言われた通りに、はい、あの離れて戦ってたんで本当勝ち目はないですからね、はい、もうくっついて星野君のことを目を上げさせるぐらいの攻撃はね、うん、必要ですね。大熊さん、はい、赤コーナーですが、花形会長からの注文が2つつきました、はい、1つは右のアッパーに気をつけろ、右のアッパー、はい、もう1つはですねパンチを空振りさせてスタミナを奪って後半勝負、後半勝負ということを言ってましたね、はい。まあ、星野はここまで、防衛戦2試合ですが KO はありません。判定です。前回渡辺ジムの吉田聡との2回目の防衛戦も、まあ、あのもうちょっと攻めればチャンスがあったのかなという場面もありましたが、結局判定左が入りました。星野の左です。まあ、左カウンターですよね、はい、島の左呼ばないですね、はい。まあ、星野から見るはですね、鈴木の方がガードもちょっと甘いですよね、甘いですか、甘いです。まあ、星野のこの試合のイメージとしては自分の左がどん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 当たって相手の顔が腫れるぐらいになってくるといいという話はしましたが、さあ決めていく鈴木、そして右を持ってきました。まあ、当たっているようでね、はい、きちんとブロックしてますよね。ブロックしてますか、はい、してます。そして最後はヘッドスイープですか、顔をちょっと背ける感じで、うん、まあ、あの特にサークルスイッチしたりしますから、まあ、鈴木としてはね、はい、まあ、なかなかそのやりにくいような、感じはしますよね、はい。時々こういいパンチが当たって連打という場面もあるんですが、その後また落ち着いてしまいます。さあ右から左です。ガードの上からさあアッパーを突き上げた。星野は狙っていましたか、ガードしてガードしてそしてアッパーを見せました。そしてボディから今度は上にパンチを持っていきます。星野です。さあチャンピオン左左左左、そして右、パンチの正確さが違いますよね、はい、星野の方がいいですか、いいです。あ、さあ左からパンチを受けて鈴木が打とうというところ、うまく当たりません。左を軽く入れます。だんだん打ち合いになってますね、うん、そうですね、また逆に鈴木選手の方がね、これはチャンスですからね、チャンスですか、はい、とにかく打ち合いになれば自信があるというコメントを吐いていたのは鈴木です。しかし星野の方も接近戦負けませんという話はしていました。打ち合いになっても面白い試合になりそうです。第3ラウンド時間がなくなってきました。10秒を切りました。さあちょっとお互いに入っていけません。星野が左、やはり星野の方はね、はい、打ち方しっかりしてますよね、見てますか、なるほどね、はい、第3ラウンドが終了しました。このラウンド放送席お二人とも10対9とチャンピオンにつけています。対面、そして勝ち続けてることによって世界の話も出てくると本人は信じてると話してましたが、試合は第4ラウンドです。さあ右はちょっとフェイント気味になりました。入っていけませんでした鈴木。まあ、あの鈴木もね、はい、攻撃決して悪くないんですけどもね、はい、いやその上に打つことだけあの断って打つと、はい、やはりそのディフェンスしっかりしますから星野、やはりその当たらないと思いますから、もう一つやはりボディですね、はい、ボディ打っていかなかったらいけないですね。そうです、星野の方は上下のバランスある程度で、出てますね、出てますよ、はい、またボディです、逆にボディからパー鈴木です。星野はボディそして上へと
うまくバランスよく打ち分けています。上打つことごとくね、パンチ外されますからね、はい、そうですね、ただその上打ってくるパンチは欲しいのはね、はい、警戒しますからね、そしてその顎は強くないですからね、これ自分やはり自分のボクシングよく知ってますよ、やはり、はい、星野ですね、自分のボクシングを知って自分の弱点をうまく防ぎながらいいところを出していくという、さすがベテランという感じですが、疲れないように戦ってますね。あ、そうですか、どのあたりでも疲れないようにという感じなんですか。この相手をまず動かさせてますよね、自分が動かずに、はい、そこでまずまあ省エネっていうのも変ですけど、本当に体力を温存しながら、はい、うまく戦ってますね、はい、まあ、先ほどリポートにも後半勝負という会長の話もありましたが、ただ星野は中学時代はクロスカントリーそして 3000m の選手でもありまして、スタミナには自信があると、まあ、話していましたが、左を軽く入れます。この左があるからなかなか鈴木が入っていけないという場面もあります。ね、まあ、見た目よりね、はい、星野の左伸びるわけですよね、はい、ははさあ、この辺りの打ち合いも星野の方が正確に当たっているか。左利く、ここでね、鈴木選手はね、打ち合いをやめちゃダメですね、はい、これもう当たるまでどんどん攻めた方がいいです、はい、さあ、しかしうまくいなしているという感じですかね、星野がね、まあ、そうですね、まあ、格のね、違いさを見せつけてるようなね、内容ですよね、とりあえずは、はい、なんとか星野を慌てさせたいという感じの鈴木です。そうですね、嫌がることをね、どんどんやっていかないとダメですね、はい、ちょっと逆に下がる形になっています鈴木、星野が前に出ていきます、右ストレートを持っていきました、ともに右ストレートが得意のパンチだと話します。第4ラウンド25秒を切ります。さあ、右を持っていきますが、これも届きません。星野、失礼、鈴木、星野は左アッパー、いいアッパーですね、はい、鈴木もアッパーを見せました。左をついていくんですが、なかなか当たらない、そして次につながらないという感じの鈴木です。そして右、さあ、逆に左フックを見せました星野です。このラウンドもパンチの正確さ、うまく当てていたのはこちらチャンピオンの星野慶太郎でしょうか。第4ラウンドが終わりました。チャンピオンの星野慶太郎、3年半ぐらい前から現在は世界ランク1位のロッキー・リンとスパーリングをしております。始めた頃は全く太刀打ちができなかったそうですが、最近は非常にいいスパーリングをしているということで、本人も大きな自信につながっていると話しますが、さあ、試合は第5ラウンドに入ります。まあ、ロッキー・リン選手も今度3月に試合があって、今回の試合がちょうど重なっていいタイミングでスパーリングができたと話してました。試合は第5ラウンド、さあ、打ち合いです。鈴木がなんとかパンチを当てたいんですが、うまく的が定まらない感じ、左左と突いていく、しかしボディ一発、星野流れを変える感じと、右は落としたんだ。まあ、鈴木はですね、はい、まあ、手数多く出しているように見えるんですけども、はい、ほとんどそのパンチをね、顔面に打つパンチはかわされてるわけですから、はい、ね、この辺でやはりその攻撃、切り替えていかなきゃいけないわけですよ、そのためにやはりそのボディですね、最悪はボディからその顔面に返すのね、はい、今右の反対ですね、はい、星野、今度はそして左をフォローしました、星野冷静によく見てね、攻撃してますよね、やはりチャンピオンは、大熊さん、はい、鈴木サイドもね、さすがにチャンピオンうまいなということを言ってますね、あとは試合の流れを変えるにはフェイントをかけて手数を多く出すこと、これが一つのポイントになるんじゃないかということを言ってますね、はいはい、ちょっとパンチを完全になんか読まれちゃってますからね、ここで本当にフェイントをかけたり、はい、少しね、工夫が欲しいですね、はい、今の左フックも大振り、完全に見えています星野、ただね、ボディゴール、まあ、鈴木でしたらですね、フェイントをかけるだけのそのボクシングはできないわけですよ、はい、ですからやはりそのもう一か八かですね、どんどん前に出てですね、数ですね、そこにそのボディ攻撃から、そしてその相手があと下がったところを顔面に打つようなね、作戦でないと、まあ、ちょっと無理ですよね、難しいですか、はい、はい、さあ、左、この左のパンチもありません。さあ、的確に星野はかわしながらパンチを入れています。ここまではどうもチャンピオンの星野慶太郎優位。大熊さん、はい、チャンピオンサイドですが、花形会長、さすがに、まあ、笑顔は試合中ですから見られませんが、非常に満足そうな表情をしておりまして、やはりうちは後半勝負だと、相手に前半は振らせるんだという話でした、はい、なるほどね、後半勝負、まあ、星野としても、まあ、KO 判定考えていないとは言いますが、
倒せればね、倒したいところでもあるかもしれません。まあ、倒せるのはね、越したことないんですけどもね。それと最近安全運転な試合がね、盛り上がってますんでね、まあまあ、この辺ですっきりね、倒した勝ち方も見たいですけどね。そうですね、まあ、あっといいパンチが入って少し効いているか鈴木。さあしかし鈴木は前に出てくる細かいパンチです。ガードの上からです。さあ星野は右フック、しっかりと的確に入れています。さあ右ストレート、ちょっと効いたかな、ちょっと効いたかな、右ストレート。今度はボディ、そして顔面。さあ星野のパンチがどんどん当たっている。さあパンチが当たります、細かいパンチ。さあまた右ストレート。ここで第5ラウンドが終了しました。この第5ラウンドの終了間際、星野のいい攻撃が見られました。高校時代はインターハイのモスキート級3位になったことがあります。19歳でプロデビュー、26歳遅咲きの日本チャンピオン星野慶太郎。第5ラウンドいい攻撃が見られました。まあ、そうですね、このパンチですね、右ストレート、はい、多少効いたんじゃないかなと思いますけどね。本当に的確にパンチを当てているという感じですね、星野ね。まあ、この前半は星野君のね、はい、テクニック、うまさをまあ存分に出しましたから、はい、まあ、この辺で爆発力っていうのがね、見たい気がしますね。星野のね、そうですね。さあ試合は後半に入って第6ラウンドです。まあ、こういうところでアピールしていけばね、こういう世界と上狙えますからね。そうですよね、さあ左ジャブストレートという感じの左でしょうか。星野のパンチが顔面を捉えています。鈴木も攻めていくんですが、どうもパンチをもらって後ろに下がるという感じ。右右服ですね、はい、カウンター狙ったところですけどね、はい、ちょっと手まあ、相手のね顔面に頬のところに当たったんですからね、効かなかったんですけども。さあ鈴木は手を出しますが当たりません。左が軽く当たります。この左が伸びあるんですよね、星野の。まあ、鈴木も星野の左には注意したいと言ってはいたんですが、どうももらってしまいます。まあ、あとね、はい、星野はその油断をしないってことですね、はい、油断してラッキーパンチを食わないってことでしょうね、はい、そしてあとは大橋さん言ってましたけど、星野の爆発力ですね、これですね、はい、見たいところではありますが。さあそして一方鈴木としてもなんとか流れを変えていきたいところ、まだ半分残っています。右カウンターで相手右ストレート、ガクッと左を落とした。さあ星野行くか、一気に行くか、第6ラウンド。さあ締められるか、左行かなきゃダメですね、はい、左どうでしょう。まあ聞いてるんですけどね、はい、さあここで詰めていきたい星野です。右に星野でね、はい、右です。右に入ってるんですけど、右に入ってますか、まあ正確に当てることですね、はい、いいワンツー、まだ時間は十分にある、ね、早いワンツーは誰だね、はい、右倒れますからね、早いワンツーですね、まあこれはもうスピードが違いますからね、はい、さあ右左早いワンツーです。右来る、左左、そして右、さあどうでしょう。ガクッと膝を落としてしまった鈴木、一気に詰めていきたかった星野、まあ、チャンスなんですけどね、しかし鈴木もちょっと回復してきたか、手が出ます。星野がちょっと打ち疲れたのか、少し休んでいる感じです。チャンスのようにも見えましたが、まあそうですね、一気にはいきませんでした、アッパーです。さあ鈴木が逆に手を出していく、右はしっかり外しています星野。そして軽くワンツーと入れていきました。さあ星野今度は左スイッチしてパンチを入れていきます。星野ゴムスイッチで左ストレート、右手右、いい形で渡っているんですが、まあ、これ鈴木選手が前に出てるからこれ助かってますね、ああなるほど、これ下がってからもう倒されてますね、はい、まあ、それとガードがねどうしても甘いですからね、鈴木の方ですね、打った後その左ガードが下がる、ここニューストレートですね、なるほど、しかしこの第6ラウンドはチャンピオンの星野慶太郎のいい右ストレート、相手をガクッとさせました。しかしダウンまでは至りませんでしたが、第6ラウンドが終了しました。第6ラウンドチャンピオンの星野慶太郎、チャンスがありました。カウンターの右のストレート、まあ、そうですね、はい、ダウン寸前までね、まあ、追い込んだ、ね、はい、まあ、一方的な内容だったわけですね、はい、まあ、この6ラウンド、まあ、10対8としてですね、はい、ダウンと同じような得点になりましたが、はい、放送席は、ただ大橋さん、はい、なんか
6ラウンドに一気に行ってほしかった部分もありますね。そうですね、まあ、そこが、まあ、ベテランらしい星野の、まあ、スタミナを計算したと思うんですけど。はい、なるほどなるほど。さあしかしこのラウンドは鈴木が先ほどはパンチをもらってガクッときましたが勝負かけてきました、ね、はい、勝負かけてきました。まあ、水中飛車ね、もうあのラウンドあと4ラウンドですか、はい、後がないですから、はい、もう行かざるを得ないですね。もう行くしかありません、はい、チャレンジャーです。さあ打ち合いになれば自信があると言っていた鈴木。ただね、まだ、はい、星野も打たれもろさがありますからね、分かりませんね。鈴木がどんどん巻いていくこと分かんないですよこれは、はい、とにかく一度こうペースを少し掴みたい鈴木ではありますが、うん、どうもここまでチャンピオンのペースできてしまいました。まあまあこのラウンドですよね、星野君の左がねちょっと下がり気味になってきましたんで、そうですね、ここをね、右フックを、ね、思いっきり打てれば面白いんですけどね、はい、これ下がってきたというのはやはりこの疲れですか。今右を打ちこれはやっぱり油断につながってると思うんですけども、あなるほど、そうですね、ちょっと先ほどまではしっかりとガードしていた星野、少し左が下がっていました。鈴木右だけ狙ってますよね、右だけ狙ってます、狙ってますけども、はい、まあそれにしてもその星野ね、左やはり出てくるところ左伸ばしますから、なかなか打つタイミングがね合わないわけです、はい、です、はい、逆に右、はい、星野の右ストレート、はい、はい、うん、さあ左、左、ついていく、左をついていく、さあじりじりと追っているのは星野です。ここで鈴木が前に出てくる、でもいいカウンター打ってますね星野君は、はい、はい、右ですが当たりません、鈴木左、うん、今度は右、また右、今度はボディを狙っていった星野慶太郎、左から右です、右ストレート、かなりダメージ溜まってますね、溜まってますね、星野君行かなきゃダメですね、はい、さあ左、いやもうこれね、ダウン寸前ですよね、さあ行っていくか、クリンチです、効いてますね完全に、はい、まあ、それしてもね、ちょっとガードが甘すぎますね、甘いですか、さあ30秒を切ろうというこのラウンド、もう意識もちょっと朦朧としてるんじゃないですかね、あれだけ打たれるといい連打も見られました、攻めも見られました星野、しかしこの辺ここも、はい、星野余裕を持たないで、やはりもっと攻めてこ攻めなきゃダメですね、倒せます、はい、安全運転になっているのか、さあボディから左です、そしてスイッチして右を入れます、そして左を入れます、少し余裕が感じられるチャンピオンの星野、さあ左から右ストレート、ただもう第7ラウンドは時間がありません、ストレートが顔面を捉えました。この第7ラウンドもチャンピオン星野慶太郎いい攻撃でした。残すラウンドは3つになりました。第7ラウンドチャンピオンの星野慶太郎またまたいい攻撃が見られました。6ラウンドにはダウン寸前まで追い込みました。そして第7ラウンドにも詰めていって連打、まあさすがね、はい、星野ですよね、相手がそのガードが甘いのところをね、はい、必ずそのクリスチョンしてますからね、まああの鈴木としてはですねガードやはりその しっかりしないと、相手が3発打ってこいまでですね、はい、ガードがしっかりしていると2発まで防げるわけですよ、それは逆になっちゃいますからね、はい、ガードもう少ししっかりしないとね、これからの課題かもしれませんが鈴木の、さあしかし鈴木も一発逆転を狙いたいところであります。残しラウンドまだ3つあります。第8ラウンドに入っています。大熊さん、はい、チャンピオンサイドですが会長はですね、まあ、このペースでいけば倒せるでしょうと、ただ一、はい、つだけ、星野に注意していたのは油断をするなと、その一言でしたね、はい、さあフェイントから左、そして右を持っていきました星野、鈴木は前に出てきますがパンチが当たりません、右です星野、左と軽く入れます。チャンピオンの星野、まあ、星野としてはね、はい、まあ、あの鈴木のようなタイプはやりやすいと思いますよね、あの全く交錯ないですからね、まっすぐ入ってますからね、ところそのガードが甘い、ね、思うつもりになりますから、はい、まあ、自分のね描いてるボクシングができてると思いますよ、まあ、星野としても話してはこう相手が出てきてくれる方が自分としてはやりやすいんで噛み合うんじゃないかなと試合前は話してましたが、その通りの展開になりました。まあそうですね、この距離も星野の距離ですね、はい、相手がちょっと入るところその左ね、ドミナーのパンチピッと出せば、もう相手は入ってこないですから、そうです、ね、止まってしまいますもんね、動きが ね、まあ、一方の鈴木としてはそのタイミングをこうずらしてリズムを狂わせていきたかったところなんですが、ここまではどうも
うまくいきません。まあその分ね、うまくその星野噛み合ってますよね。はい、また鈴木君もね、うまく接近できても左フック、アッパーとね、はい、うまくね、返されちゃってるんですよね。それでちょっとどうするもできないっていう今感じじゃないでしょうか。大熊さん、はい、青コーナー鈴木サイドではね、なんとかの右のいい一発が当たれば試合の流れを変えることができるんだがということを言ってるんですが、なかなかちょっとその辺が積み上げてますね。はい、今当たりました。はい、星野が手を出してくるところ右が出ました。さあ行っていくか。さあ手を出していく。チャレンジャー星野目切りましたね。星野ですか。星野目切りました。右の方ですね。右のまぶたのあたりでしょうか。ちょっと血が見えています。やはり今こうこね、手を抜いたところにね、パンチワンチョンもらったんですね。はい、しかし星野も手を出す。右を入れました。さあここでレフェリーがちょっと口の様子を見ますが、まだ大丈夫。あ、パンチで切れたという判断を今レフェリーが示しました。バッティングではなくてパンチでカットしたという判定判断です。さあ、分かんなくなってきましたね。はい、はい、ちょっと形勢が変わってきたか。星野もパンチもらいだしましたね。はい、そうですね、この第8ラウンド、いや、いいのが右一発入ればという話でしたが、そのパンチから変わってきました。さあここで第8ラウンドが終了しました。さあちょっと様子が変わってきました。チャレンジャーの鈴木のいいパンチがこの第8ラウンドは入りました。さあやっと流れが少し傾いてきたか。チャレンジャーの鈴木誠、とにかく名門の野口ジム、17年ぶりのチャンピオンベルト期待されています。まあ、このままね、終わっちゃうのかと思いましたけど、この見せ場をね、作りましたね。作りましたね。あと2ラウンドですからね、今みたいな攻撃を行ってもらいたいですね。痛いですね。まあ、鈴木はどこまでね、その意地を見せるかってことで、はい、右です。星野の右。あ、さあ、そして星野も目をカットして、少しこのラウンド。あっと、ここでレフェリーが止めました。いいパンチが何発か入ったところ、レフェリーはもうちょっと鈴木が動かなくなった、手が出なくなったということで止めました。星野啓太郎 TKO 勝ちということです。まあ、チャンピオンになって初めての KO ということで大喜びですが、まあ、本人もね、本当にね、表情見ますとね、はい、喜んでますよね。いや、でもこの第9ラウンド一気に星野も強くかけましたね。そうですね、やはりあの8ラウンドにね、ちょっとあのまずいペースになっちゃいましたからね、はい、そこはやはりベテランらしい、攻撃に行きましたね。星野がこの第9ラウンドは足を止めてしっかりとワンツーワンツーと鈴木誠に入れていきました。それが入ってレフェリーが判断して止めました。3度目の防衛に見事成功しました星野啓太郎です。今認定証が渡されようというところです。第8ラウンドちょっと油断したんでしょうか。鈴木誠のパンチをもらって、そしてまぶたのあたりをカットしてしまいました。この次の第9ラウンドに、まあ、ラッシュと言いますか、足を止めて強いパンチを打ち込んでいきました星野啓太郎です。3度目の防衛に成功、しかも3度目は KO という勝ちっぷりでした星野啓太郎です。防衛に成功しました星野啓太郎に、勝利者賞としまして日刊スポーツ新聞社、そしてテレビ朝日からトロフィー盾が渡されているというところですが、この後インタビューしたいと思います。さあそれでは喜びの声を聞きましょうか。見事3度目の防衛に成功いたしました星野啓太郎選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。8ラウンドの最後の鬼、目の上を切って、これで目が覚めたんじゃないですか。うまいことは言いますね。そうです。しかし今日はあの試合の最初から思い通りの展開で戦えたんじゃないですか。いや、でも自分の中では押されてるから、これはまた後半は出なきゃダメだと思ってます、はい。いや、見てる感じでは全く押されてるというか、もう落ち着いて余裕を持って戦ってるように見えたんですが。余裕は全然ないです、はい、もう必死になってやってました、はい。しかし今日はもう出すパンチことごとく当たって、そして相手の攻撃もしっかり守れたし、不満は全くないんじゃないですか。あ、やっぱりロッキー・リンさんとのスパーリングが効いてるみたいです、はい。そうするとロッキー・リンさんに比べると、まあ日本ではこう敵はないというふうに思いますか。いや、もっと西の方にもいっぱいいますし、はい、
お礼とか言っていいですか。スパーリングやってくれた高志くん、菊ちゃん、ありがとうございました。しかしこれでですね、3度防衛を果たしました。しかも相手がランキング1位の選手。そうなると次の目標は何になりますか。花形会長の防衛の誤解を破ることですか。いかがですか会長。そうですね、もうあとここまで来たらもうすぐですから頑張ってもらいたい。もうすぐというのは出てますよ、会長から。頑張ります。応援してくれる人がいっぱいいますんで、ぜひあの一言アピールをお願いします。本当皆さん応援ありがとうございます。励みになってます。これからも応援してください。お願いします。見事3度目の防衛を果たしました星野慶太郎選手でした。おめでとうございました。まあ、当座の目標が会長の持ちます日本タイトルの防衛回数4回を破ることということで、次回で4回ということになりますが、なんかその先も少し見えてきたような今日の試合展開だったような気がします、大橋さん。はい、そうですね、でも課題としては、まあ、6ラウンドチャンスだったんですけれども、まあそこで一気に攻められないと、はい、あの世界を狙うとなると、あの必ず上の選手は追い上げてきますから、ね、はい、チャンスの時はしっかり連打の詰めで決めてもらえるような、はい、やってもらいたいですね。今日もね、その後の8ラウンドで逆に危ない場面、危ないと言いますかね、ちょっと、はい、そうですね、リズムを変えられそうになる場面もありましたもんね。だから決めれるとこで決めれるような、うん、常にそういう心構えで、うん、あの試合をやってもらいたいですね。宇野さんはどうでしたっけ。やはりその攻撃の詰めですね、はい、それがね、これ今後のその課題だと思いますよね、はいはい。正式な TKO タイムですが9ラウンド15秒ということでした。そしてあのジャッジペーパーも手元に来たんですが、第8ラウンドまでですが、ほとんどといいますか3者ですね、3ポイントから4ポイント5ポイントの、ジャッジもおりますが、差がついておりまして星野が取っていたということですが、まあでも本当にあの9ラウンド足を止めて打ち合いがありました。そして8ラウンドはちょっとピンチもありましたが、その8ラウンドから見ていただきましょう。まあ、6ラウンド7ラウンドと星野のいい攻撃があった後、第8ラウンドです。大橋さんもこのラウンドあたりでちょっとあの左のガードが下がって、油断があるのかなみたいな話がね。そうですね、はい、まあこれとね、気を見たところにね、ワンチョンもらって、そのピンチになったわけなんですけど、まあね、はい。まあ、逆に言えば鈴木としてはあの、まあ、右のいいのがこのラウンドで当たるんですが、もうちょっと早くこういう攻撃が出せていたらという場面でもありましたね。8ラウンド、まあ、余裕を持って戦っているという感じの星野です。とにかく今日の試合は序盤鈴木がこう様子を見てちょっと硬さもありました。まあ、一方の星野の方はやはりチャンピオンとしての余裕があったように感じます。そういうスタートでどうしてもチャンピオンの星野のペースで始まってしまいました。星野としては後半勝負ということで、6ラウンドにはいい右のストレート相手をガクッとさせました。7ラウンドにはさらに連打も見せてロープに詰め寄っていきました。鈴木誠の方、チャレンジャーの方はどうもうまくいかないという試合展開。そして迎えた第8ラウンドを振り返っています。鈴木も中に入ろうとしてもこう手が出ないんですね、こういう場面でもね。まあ、そうですよね、どうしてもその星野のね、ブロックとですね、左足の左ジャブでもストレートも伸びがありますからね、はい、もうピタッとやはり動き止まっちゃいますよね。この辺りでもっともっと攻めていきたかった鈴木なんですが、攻められなくしたというチャンピオンのうまさなのかもしれません。この右ですね、これですね、はい、この相打ちですね、多少その星野を引いて、はい、まあ、ロックしちゃってですね、最後その連打許したんですけども、この後そうですね、はい、このパンチですね、このパンチもそうですけども、この後の連打ですね、このパンチがあの顎に当たってればね、またちょっと違ったと思います、ね、違ったかな、なるほど。ただ鈴木のこのパンチ力という面ではかなりありそうですね、鈴木もね、チャレンジャーね、まあ、そうね、重いパンチだと思いますけどね、星野はどっちかというとその切れるような、軽いようなパンチですよね、はい。そしてこの第8ラウンドで右まぶたのあたりをちょっと切ってしまいました星野です。
でその後どうも下がる場面があって、とりあえずこのラウンドは放送席沼さん大橋さんも10対9とチャレンジャーにつけましたし、そして、ジャッジを見てみましても3人あ1人は10対10ですね、この8ラウンドね。しかし2人が10対9というふうに、つけた第8ラウンドでした。まあ、その後第9ラウンドに今度は星野が爆発したということになるわけですが、TKO で見事星野圭太郎がチャレンジャーの鈴木誠を破りました。それでは試合の決まった第9ラウンドをご覧いただきましょう。第9ラウンド15秒で決まりました。目を切った後でやはり星野としても気持ちが何か違ったんでしょうか。まあ、ね、締まってね、これじゃいけないというのはね、はい、その右ですね、はい、吉田の右、この右ですね、はい、いや入りました。今度は左です、ね、ここでもうレフェリーが止めたという方です。鈴木の方は手が出なくなりました ね、 ですね、まあ、あの右ストレートね、200ミリの音対しのその左フックですね、これが決定的になったですね。あとこれ以前の星野君でしたらね、はい、8ラウンドのピンチありましたよね、はい、以前だったら9、10は流して判定勝ちをね、はい、狙おうといったと思うんですけども、まあ、今回はチャンピオンの自陣からが一気に9ラウンド決めに行きましたからね、まあ、この辺はすごく成長した点だと思いますね。なるほどね、まあ、本人の先ほどからインタビューからはこの先の話がなかなか聞けなかったんですが、まあ、本当に、勝ち続けていれば東洋太平洋世界の話も出てくると会長は言っていましたし、本人もそういう気持ちはあるんだと思います。いやでもしかし本当に今日はあのチャンピオンの余裕といいますか、落ち着きといいますか、いいところを見せた星野圭太郎でした。まあ、今日の試合見ますとね、やはりその完璧ですよね。完璧ですか。完璧です。まあ、本人の口にもからも出ましたが、あのロッキーリーとスパーリングしているというのは大きいんですかね、うん、岡島さん。そうですね、やはりいいスパーリングやってるそうですから、これは本当に大きな自信につながっていますね。まあ、そのロッキーリン選手も、世界に向けてまた動き出して、この3月試合があるということなんですが、ちょうど時期的にも良くてリンといいスパーリングができたという話もしていました星野圭太郎ですが、3度目の防衛戦、今日は9ラウンド15秒、見事に TKO でチャレンジャーの鈴木誠を下しております。沼さん、大橋さん、今日どうもありがとうございました。どうも失礼しました。それでは後楽園ホールから失礼しました。さようなら。